異性化糖とは、主にブドウ糖からなる、コーンシロップを、酵素かアルカリによって異性化した加糖と、ブドウ糖を主成分とする糖を言う。日本の食品の原材料名で、よく加糖ブドウ糖液糖と表記される。デンプンは、主な穀物の炭水化物である。デンプンは、複数のブドウ糖が結合したものだが、ブドウ糖をより甘みの強い加糖に異性化させ、甘みを増すことができる。 じゃがいもや、さつまいもなどのデンプンを異性化させることもある。1970年代後半より、砂糖の代わりを担ってきた。甘さを初頭と同等に調整した、加糖55%、ぶどう糖42%の HFCS55 がソフトドリンクに使用されるなど、最も普及している。広く言えば、新しい砂糖である。1970年代後半には、 クロマトグラフィー加藤濃縮技術の出現で、異性加糖の大量生産を可能とした。急速に普及し、異性加糖の消費が増加し、砂糖の消費を減少させた。アメリカでの一人当たり消費量は、1970年代に、砂糖 46.2kg、異性加糖 0.2kg であったが、2000年代には、砂糖 28.9kg、 異性加八2 9 8キログラムとなっている。砂糖とともに人類に大量の加糖を消費させており、健康への影響が懸念される。異性加糖製品は日本農林企画で以下のように制定されている。澱粉から異性加糖を生成するには3回の酵素反応と生成、濃縮が必要である。一方、砂糖はビートや砂糖キビから抽出。 生成して作られる。液化、澱粉に水と下水分解酵素であるアルファアミラーゼを加え、摂取95度程度に加熱する。これにより、高分子の澱粉はある程度小さく分解される。糖化、日、液化終了後に摂取55度程度まで冷却し、グルコアミラーゼを加える。この反応で糖はさらに細かく分解され、ブドウ糖になる。異性化、 摂氏60度で異性化酵素のグルコースイソメラーゼを加え、約半分のブドウ糖を過糖に変化させる。異性化糖の名称は、この反応に由来している。生成、濃縮、異性化後、液糖を、ろ過器やイオン交換装置で生成し、水分を蒸発させて濃縮することにより、過糖分42%のブドウ糖過糖液糖が得られる。さらに、クロマトグラフィーによって、 加糖純度を高めることができ、加糖分90から95%の高加糖液糖を作ることができる。これを加糖分42%のドウ糖加糖液糖とブレンドすることで、加糖分55%の加ブドウ糖液などが作られる。糖と甘味料の相対的な甘ささ糖の甘味度を100とすると、ドウ糖の甘味度は65、80、加糖は120、170で、 甘味度の強さは、加糖砂糖ぶどう糖の順である。そのため、加糖分42%のぶどう糖加糖液糖の、甘味度は790、加糖分55%の加糖ぶどう糖液糖は100、120である。ただし、加糖は高温では、砂糖の60%の甘味度しかなく、摂取40度以下でないと砂糖よりも甘くならないので、異性加糖の甘さは温度によって大きく左右される。 異性化等は主に工業国において生産される。普及の割合には各国の農業政策と密接な関係がある。補助金制度等は現在の農業自由化の流れの中で変化しつつある。砂糖及びデンプンの価格調整に関する法律 E 学法令検索 ABCDE コルデン L イートン SB セバスチャン A エトジル、オリジンズエボリューション・オブ・ザ・ウエスタン・ダイエット。ヘルス・インプリケーションズ・フォーザ。二十一。ショートトン・センチュリー。アム。J. クラン。ニュートラ。八十一。三百四十一。五十四。プミド 9, <ht>。千五百六十九万九千二百二十。HTTP。コロン。スラッシュ。スラッシュ。AJC。N. ニュートリ i ョン。.org。スラッシュ。コンテンツ。スラッシュ。八一。スラッシュ。二。スラッシュ。三四一。トロング。 佐藤及び伊勢加等の受給総括表20年1月7日から農畜産業振興機構甘味料販売で価格カルテル化コートリー10社立ち入り2012年2月3日甘味料販売で価格カルテル化コートリー10社立ち入り四国新聞社2019年7月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年7月2日閲覧 ありがとうございます。